塾に行ってて、それでテストの点数上がるどころか下がっていってて、勉強するのが苦痛になってるんだけど、どうすればいいですか。あれにもより2種類あってさ、点数下がるのもさ、塾が嫌だから勉強に集中できなくなってて、他のこととかね、他のこととか下がってるのか、はたまた単純に学科の問題が難しくなってて点数が下がってるのかっていう二通りあるよね。それコストをかか、だってマンツーマンで説明わからないの、それ今日あの塾の講師を呼ぶんだから、それでわからなかったらすげえお金も無駄だから、それはまず塾変えた方がいいよ。絶対塾変えた方がいいわマンツーマン絶対コスト高いよ。名校俺わかんねえわ友達いない友達ゼロ人友達ゼロ人と、お母さん来い、頑張れ。そこはぶん殴ればいいじゃんまず筋トレしようぜお前うるせえよっつって、一回見るでしょ、ひよってるやついるっつって、まああとは頭いいやつに教えてっていうのもあり。M 君かな、あいるのね、頭いいやついるの。あーそれはいい。じゃ友達作っちゃえば、それ友達作れんじゃん。友達ゼロ人じゃなくなるよ。そしたら勉強の仕方とかさ、真似てみるとかもいいじゃん。何時間勉強してるみたいな。借りがある。あ、貸しがあるんじゃなくて、借りがあるの。借りちゃってるの。もうすでに。あ、でもまあ、そういう、借りを作れる関係ではあるなら、いいじゃん。で、とりあえず友達に聞こう。とりあえず、この問題に関しては、友達を作る。友達も作れる、しかも。一石二鳥やんけ。目標、だから勉強辛いっていうのは、なんか高校行きたい高校あんの？ない。ないか。例えば理系行きたいとかさ、文系行きたい。工業に行きたいですか？農業に行きたいですとか、商業に行きたいですか？ない。3年生。やばいじゃん。待って、やばいじゃん。ちょ、待って、やばいじゃん。もう高校、絵描くのが好き。例えばだから、漫画研究部、漫研部があるとことかさ、ってことは、図書委員長になって、そういうことをしたいから、図書委員があるとこがいいとか、図書館がある、図書室がある、イコール、図書委員があるわけ。図書委員を3年間やって、最後の3年の時に図書委員長に上り詰めて、自分が、その、買いたい漫画とか、本とかを、こう、うまくね、その、やっていくっていうのをやってて、俺の友達。で、付録も横領付録横領したりとか、ね、その何だから、そのために3年間で2年間くらいこう下積みが必要だよ。図書委員会で、まあ、だから自分が何がしたいかっていうのは別に将来はまだ分かんないけど、やっぱりそういう本が強みなところ、図書館がでかいところとか、絶対面接でいいよそれ。だって図書室はもう図書委員会にもレッドリストに入るほど本を借りていて、図書室の本は全巻借りるほど私は本が好きです。もうすごいいいじゃん、これ。すごい武器じゃん、それ。いいじゃん。まあだから、やっぱ文系で、その文系で、まあ満研がありつつ、図書室がでかいところ。だから図書室がでかいところ。自分の偏差値に見合ったところ。こういう風にね、やっていくと、いいと思うな、俺は。偏差値が、に近いところが。これで絞れたら、だいぶ絞れんじゃない？